や、まあ、あたいにじゃないの？無事だったのかい？あたしかい？いや、あんたをかくまってたのがバレちゃってね。あ、大丈夫だよ。恨んでなんかないって。これも運命だよね。ね、それだけ。おやまたいに、あたばたいに。うまみよみみ。じゃあ、これはなんだ？ローリさん。アントニオ、イタリア人か。私はローリだけが生きがいでね。でも、まだ店を持てないんだ。どこか腕を存分に振るうところがあれば、解放軍のアジトが帝国軍に襲われたらしいぜ。でも、オデッサ様は無事だってさ、あの人さえいれば大丈夫。はい、死んだね、ゾンビです。え、誰あんた、何あんたも、あの、シーナとかいうボンボンの知り合い、最近しつこくて。これはね、いらないね。話したか、これ。俺は、なくても子は育つかね。最近はマッシュ先生って私の言うことなんか聞きもしないよ。これはなんだ、薬や。どうも。いらっしゃい。ここは道具屋だよ。道具。別に道具じゃないだろ。またこれ。周り何もない。売れるあの壺。0円。そう、あの、鑑定のバカ野郎まで送らなきゃ。でもない、この町に。これは多分、セイキルのやつ。その前に。またクローンさん。またクローン出た。どうもクローン。俺は、釣りが趣味でね。よく角の町までの、まで釣りに行くんだ。角の町は南西の方へちょっと行ったところさ。じゃあ南西、目的地は南西か。これ入ったか、これ。これなんだ、なんだ。店じゃない。ババ。魔女や。またシチュー。これ毒入りシチューか。どうも。ちょっとあんた知っているかい？ここだけの話だけどね。解放軍のリーダー、オデッサさんが行方不明だそうよ。いやいや、なんだ。川に流れている。別に行方不明じゃない。どうも、主人公。あ、お前か。おい、マッシューとかいうやつの。ビッグ、あ、お前ビッグじゃない、なんという、ホックシーさん、さんで、大名、ま、おいマッシュとかいうやつの家はどっちだ？誰？そこの石段を上がった家がそうですよ。誰？あ、これじゃない、これは別人。そっか。これセイキルか、どっち？とりあえず、左。うん、両方、どうでもいい。これなんだ、学校見つけた。スボ関係ない。これなんだ、アイテム。マッシュ先生、あ、これは人か。マッシュ先生は好きだけど、宿題が多いのかな。あまり見えない、このやつ。いいこと教えてあげようか。ああ、でも、他の人に言っちゃダメよ。あのね、私ね、マッシュ先生のお嫁さんになるって決めたのよ。そうか。これ読めない。邪魔だ、お前。マッシュ先生なら、お外で、金法の時間だよ。憲法か。散歩。散歩、そうだ。散歩している。外か。こっち行ける。ええ、行く。誰？外。何の外？外。裏。
なんだ、裏か。裏行ける。ん？こっちじゃない。どこ？誰もいない。おい、やろう。誰もいないよ。てめえ、舐めやがって、お前がマッシュじゃねえか。ええ、確かに。私がマッシュです。何用ですか？オデッサさんの遺言でここに来ました。オデッサさんは最後にこのイヤリングをあなたに渡すようにと言って。これは仲間か？遺言？そうですか。オデッサは死にましたか？良い娘でしたのに、あんなことに首を突っ込むから。あんなこと聞きずってならないね。オデッサのやってたことを、あんなことだって。ええ、バカな娘です。いつかはこんなことになると思っていました。イヤリングは受け取れません。お帰りください。いえ、仲間になれ。この、俺の数足りない。草野郎。逃げるな。じゃあ、まだ散歩か。あの時のマッシュ先生、とっても怖い顔してね。いいこと教えてあげようか、同じ。これはあの、助けた顔か。マッシュ先生は、宿題を追いすぎるか。シチュー、毒入りシチュー。オデッサと私は、もう何の関係もありません。お帰りください。終わりか。お前終わり。じゃあマッシュも終わり。どこ行く？なんだあいつは、なんて野郎だ。そうだね。でもどうしてオデッサはあんな男に会えと言ったんだろう。あ、軍勢、軍隊、軍兵隊。ほら、どけどけ。マッシュ、攻撃、突撃。進撃。今の帝国兵たちはマッシュさんの家の方へ行きましたよ。何事だ？気になるだ。気になるな。よしよし。皆殺し。何をするんです？あの子をどうする気ですか？マッシュ、シルバーバーグ。あんたには帝国軍に戻ってもらおう。東大切手の名軍師様が。こんな田舎のひなびた村でくすぶっていることはないだろう。彼かの戦いの立って役者さんよ。断る。私はもう争いごとに関わりたくないのだ。今の私は何の力も持たぬ。世捨て人だ。しかしそうもいかんのだ。カシム・ハジル様とチクジクの命令だからな。無理やりにでもあんたを連れて行く。何度言われても私は帝国に戻る気はない。そうかい。でもあんまりわからずやを言っているとこの子がどうなっても知らんぞ。そうだな、バーナーの鉱山送りにでもするか。あそこに仕事はきついぞ。生きても取ってこれるかどうか。嫌だよ、嫌だよ、先生、助けよう、先生。その手を離すんだ。今すぐにだ。今すぐだ。なんかまずい雰囲気ですよ。どうしますか、坊ちゃん。皆殺し。全滅しよう。助けるに決まっている。もうちょっと様子を見よう。そうだな、見よう。さて、ね、お前が戻るといえば、こんなガキ返してやるさ。さあ、どうする？うるさい、ガブ。おのれ、よくもやってくれたな。おい、全員ひっ捕らえろ。おい、まずいぜ。行くぞ、タイニー。おい、待ちな。その喧嘩は、俺たちが、買おうぜ。なんだお前ら。
お前は、お前らは、解放軍の生き残りさ、取りすがりの正義の味方。なんだ、ね、邪魔する気か。おい、半額祭だ。こいつらから引っ取られろ。まあ、まあ、助ける気やってず。よし、そう来なくちゃな。まいったな、また厄介ごとかい。おっちゃんのお供はつらいですね。クレイオさん、そんなこと言って、本当は喜んでるくせに。さあ、行きましょう、坊ちゃん。おい、待ちな。この喧嘩は俺たちが買おうぜ。なんだ、お前は。お前らは。解放軍の生き残りさ。え、邪魔する、同じか。邪魔せいか。おい、反撃だい。こいつらから引っ取られろ。じゃあ、殺す。みんな殺し。3人か。簡単だな。ビッググルーの体力高いね。ビッググルー。そして攻撃力高い。彼は一番強いか。2番目は誰？クレイオかな。いや、このやりか。やりやつ。600ポンド。なんと言ってことをあなたたちは子供たちの前でこんな殺し合いを。そうだな、ひどいやつね。子供の目の前にトラウマですね。よし、読める。あの邪魔者いない。今週の標語、お父さん、お母さんを大切にしよう。それだけ。うん。それ、まらないね。まあまあまあ、なんだ。今週の標語、お父さん、母さん、大事に。よっしゃ、マッシュ、マッシュ。知ってますよ。テオ・マクドール将軍の息子、タイニさんですね。ああ、なぜ知っているかですね。私には帝国軍に 何人か友人がいるものでしてね。そういう話は伝わってくるんですよ。さっきの帝国兵はあなたのことをマッシュ・シルバーバーグと。そうです。オデッサ・シルバーバーグは私の妹です。では、なぜさっきはあんなことを。私はね、もう二度と争いごと、人と人が戦うようなことに関わり、愛にならないと決めたんですよ。でもオデッサは違った。自分の信じる者のためにその身を常に戦いの中に置いた。オデッサは私のことを何と呼んでいましたか。聖火に住むマッシュという男と。そうですか。オデッサはやはり私を許してはくれなかったようですね。オデッサは言っていました。力を持っているのにそれを使わないのは臆病だと。確かに私は臆病者です。でも臆病と言われてもやはりあんな場面のもう二度と見るのは嫌でした。たとえあの娘に兄として認められなくてもあんな場面、自らの行いで人が死んでいくこと、それが敵であれ味方であれ、でも今日私の選択は間違いだったと分かりました。まぶたを閉じても世界がなくなったわけではないのです。私も今日この日から彼女の目指したものを目指しましょう。ではこのイヤリングを受け取ってもらえますか。もらえますね。イヤリング、タイニー、これはあなたが持つべきものでね。ですね。なぜです。なぜです。
これはこれをこのイヤリングの中に入っているものを見てください。ここには解放軍のアジトを記した小さな地図が入っている。つまりこれを受け取る者は解放軍を引き継ぐ者でなければならない。私は、うん。でもオデッサさんは、オデッサは本当はこのイヤリングをあなたに託したかったんだと思います。私は軍師としての才は持っていますが、解放軍の人々を率いるリーダーの気ではない。しかし単にあなたにはそれがある。オデッサもそう思っていたのでしょう。だからあなたも私に合わせた。お願いします、タイニー。このイエレンと、そしてオデッサの意思かな。解放軍の意思を受け取ってください。僕には無理です。そうですか。決心が少ないのでしょう。時間を差し上げます。決心がついたらもう一度ここに戻ってきてください。はい、決心しました。タイニー、決心はつきましたか？オデッサの意思を引き継ぐ決心が。無理。そうですか。決心がついない間じゃ、バー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 。わかりました。ありがとう、タイニー。いえ、今この時から、あなたは解放軍のリーダーです。ですから、これからはタイニー殿と呼ばせてもらいます。グレミオ、クレミオ、クレオ、おい、どうするよ。お前ら帝国に戻れなくなっちまったぜ。坊ちゃんが行く道であれば、私はそれについていきますよ。帝王様も許してくれるはずです。私もだ、腐り切った帝国軍に愛想が尽きてたところだ。タイニー殿、このマッシュ、あなたの軍師として最初の進言をさせてもらいます。解放軍を蘇らせるには、人を集めなければなりません。帝国に不満を持つ人々を、そして人を集めるにはそれを入れる気が必要です。器か。そうだな。レナンカンプのアジトはなくなっちまったしな。いや、もっと大きな、そして帝国軍の攻撃にひるむことのない気が必要です。トランコの工場に今は廃墟となっている城があります。この城を手に入れるのが良いかと考えます。まずは湖のほとりの町各へ向かってはいかがでしょう。マッシュさんは一緒に行かないんですか？私は引っ越しの準備をしなければなりません。子供たちにも1年分の宿題を出しておきましょう。1年分の宿題。トランコの城に渡るため、まずは各の町の目指してはいかがでしょうか。誰みなし、各の町。渡る。各地町。どこ行く？南西、南西。俺はするの。核の町までの乗り込んで。核の町は南西の方へ。そうだ、南西。まあ、南西行こうか。これか。いや。これか。これは南西。核。はい、核見つけた。猫。
あ、武器や、そして、あ、これは武器を叩くまるようなやつ。そうだな、あのカップ、あ、HM ババ欲しい。HM ババどこ？あよ、武器を鍛えるなら、この私に任せておくれ。よし、これ、ね、ゴーだけ、そっか。うう、見つけた、なんだ。風の紋章、型。このグレミオ、雷の紋章、型。タイには風か。それともなんだ。水はタイにか。タイに水。水タイに。タイに水。グレミ、ビクトルは、ビクトル、まあ、クレオかな。クレオは風。ビクトルはカラン。それはいいね。叩かなくないか。ゴーは限界。なんで。まあ、ババ終わり。武器屋さん。防具なら揃ってるよ。あ、防具や。それでゴミ。まあ、肩っていいか。とんがり帽子いいね。ガードロープもいい。じゃあガードロープと肩当て。まあ肩当てそんなに強くないでも。まずこのゴミ売る。なんだ。肩上げなんだ。ブレスプレートか。ガードローブ。このブレスアーマー。じゃあブレスアーマー。みんなのブレスアーマー捨てる。ブレスアーマー捨てて、あの、なんというロープ取る。なんだこれ。ガードローブ。ガードローブ4個。よし、強くなった。スネアって何をやっている？袋、手袋。怪我の服。この怪我の服なんだ。ゴミか。まずはこの新しいガードローブ、装備。この新しいガードローブしよう。みんなガードローブ。みんな立って持っていない。毛皮の服、それを捨てる。まあ、売る。毛皮の、なんで持っている、あの人。毛皮の服。次はあの肩当てか。まあ、いらないかな。別に特別じゃない。何を装備している、この人。手袋とブーツ。肩当てはなんだ、ブーツか。まあいい。いらない。そんなに特別じゃないね。やどうや。猫、これは猫か。野良猫。あの、検定、誰、検定人。とりあえず上から探す。宿屋いらないか。あ、これも仲間か。え、誰なの君たちは。解放軍じゃ帝国と戦って。ああ、でもダメよ。私は今忙しいんだから。人探しをしてるんだもん。ねえ、あなた知らないかな。私のおじいさんからクリシーをやってて、ジュッポーって名前なんだけどな。これは新しい仲間か。まあ、宿や別にいらない。あ、100ポンド。150ポンド。高いすぎる、お前。猫、クローン。何、トランの城へ船を出せだって。冗談はよせよ。あそこは化け物の住み方ぜ。
ホランの城、ああ、霧の化け物のが、化け物が出るっていう、あそこが、か、あんなところへ行く、バカはいないぜ。まずか、ブーツ売るか。多分ブーツだな。ブーツ。テーブルクロウダメか。これはブーツか、それでも手袋。肩当て。肩当て、両方もできる。二つの肩で使えるかな。だからこの手袋売る二つの肩当て。どうかな。それできるかな。いやいや、肩当て。それで、みんな二つの肩当て使おう。二つの肩当てできるか。よし、二つの肩。じゃあ、このゴミ売る二つの、みんな二つの肩当て。うち、マントなんだ。頭のやつ。マントなんだ、なんでマント、マントいいか、マント、マントゴミか。マントなんだ、ニー、マントもゴミ、すべてゴミね。サークレットもゴミ、これはサン、サークレットはサン。ウィングブーツいいね。まあ、ウィングブーツだけ。サークルもゴミ。サークルゴミかな。じゃあ、タイニー2つ肩当て。このグレムも2つ肩当て。このビッグも2つ肩当て。とんがり帽子大丈夫。サークルではないか。サークルって誰、これ誰ですか。手袋いらないです。ゴミ。サークルもゴミ。クレヨーサークルゴミ、ウィングブーツいい、ガードローブ、ハチマキ、ハチマキゴミか、とんがり帽子、あ、クレヨーできない、だからとんがり帽子、肩当て2つ、タニじゃない、クレも2つ、ビーク、ビーク二つか。そしてクレオ一つ。それは正しいしちゃった。よし、みんな強くなった。このハチマキより、これは2、ハチマキは2。頭のやつな、とんぐり帽子でも使えないやの。クレヨンに。木の盾みんな使えない。はい、すべていらない。まあ、行こう。みんな強くなった。トレンの城は霧の化け物のが出るって。あそこがあんなとこに行け、はい、バーバーバー、誰もいない、ドクイリシチュー、これドクイリチャ、これ何、薬や道具や、別に道具じゃない、薬ね。ダッシュできる、進行法の封印球、ベースあまりもったいない。これいいか。ダッシュ。誰欲しい？ビックル。いや、ビック。なんというやつわからん。でもダッシュできるか。それはいいか。この迷子の娘。人探し娘。
上のところ終わり。これの宿屋、いや、バー、酒屋。これ酒屋か。このバー行けるか。クロンさん。おいおい、勘弁してくれよ。あんなとこへ船を出せるのは命知らずの大砲ぐらいだぜ。これは渡せれる。何もないか。船は、これは港。じゃあ、居酒屋行こう。これは仲間か。お前仲間か。魔法陣。ねえ、せいてくださいよ。私は一回の発明家なんです。苦労に苦労を重ねて、ドワーフにもう負けない。すごいのを発明したんですかね。どこの城主、城主、領主もこいつの凄さを分かってくれないんですよ。え、何を発明したかですか？エレベーターって言うんで、ですかがね。あ、これ買おうか、この人。ここは酒屋だ。注文しないなら帰りな。あ、これは目的地。カミミル、カミユ。大砲、あのおっさんなら、あ、てめえ見つけたぞこの野郎。え、何何ですか。私が何をしたっているんですか。何をしたったって、てめえここであったが100年目、あの世から立って取り立ててみせるが元の借金取り。この犬やしゃか、犬やしゃ、神湯様からやは逃げられないよ。やしゃか、なんだあいつは。その犬じゃないね、やしゃ。グレミオのこれはがか、さあ知らないね。さあさあさあ、あんたが踏み倒した借金、今すぐこの場で現金で払い上がれ。こっち取らな。2ヶ月もかけてあんたを探し出したんだぜ。グレミオ、あんた借金なんかしてたのかい。冗談じゃないですよ。チラを切ろうっていうのかい。こいつが性分だ。よく見な。あ、これは帝王様との宴会の代金ですね。私の飲み屋のすけもあるけど。このお金を今すぐ払えと。ああ、そうさ、今すぐ耳を揃えて返しやがれ。見せてみな、グレミオ。ちょっと、いいかな。俺たちは襲われている身でな、だな、持ち合わせがないんだ。ところで、お嬢ちゃん、あんた大砲のことを知っているようだったけども。ああ、知っているさ。どこにいるのか教えてくれないかな。借金を払ったら教えてやる。こっちも商売なんだぜ。じゃあ、こうしようぜ。俺たちは今金がない。いや、たくさん持ってる。でもな、大砲に会えれば金の入るあてがある。金が入ったら借金をすぐさま返してやるよ。ああ、あんたら私を騙す気だな。そんなことないですよ。貧乏人。貧乏人め。そうだな。よし、それでいいぞ。ただし、借金の払うまではついていくからな。よし、手に入れたこの神湯で、大砲はどこにいるんだ。ああ、やつは大抵賭博場にいるさ。そこのバーテンに来てみな。変なやつが仲間になっちまったね。
よし、仲間。あ、これは地下。地下室。あ、多分このやつは地下室知らなかった。これで誰、あの太陽さん。なんだってドランの城に船を出す。あ、その子は、まあ、まあ、最初バーテンしようか。た、なんだ、なんだい、あんた太陽の知り合いかい。ヤッコさんなら知ったにいるぜ。ねえ、聞いてくださいよ。私は一階の発明家なんです。グロゴロゴロドロエレベーター。誰？ヤムク。なんだい、兄貴に何の用だい。トランに船を出せ。どうかな、兄貴は気分屋だからな。これは毒入り茶碗。なんだってトランの城に船を出せ。だってあんちゃん面白いことを言うな。あそこは化け物でいっぱいだ。船を出すのはこっちも命がけになる。こっちも命をかけるんだ。あんたにもそれなりのものをかけてもらわんと割に合わないね。あんたの持ち金あり金全部かけてもらおう。どうだい、この勝負受けるかい。なんだ、カップか、あのカップの勝負か。やっぱりやめる。そいつが正解だ。書いてママのおっぱいでもしゃぶってな。うるさい。あんたの持ち金も受けてるかい。受けてた、どう。それじゃ行くぜ。泣きを見るなよ。あ、別ゲーム。ゲームの説明を聞くかい。こいつはな、俺とお前で目を出し合って勝負する遊びだ。当然大きめの方が勝ちさ。3つサイコロを振って2つが同じになったら残りのサイコロの目があんたの目で目になる。1以外のゾロ目や456になったらラッキーだ。ただし1のゾロ目や123はアンラッキーだ。3回振って目ができなかったりサイコロが外へ飛び出たらアウト。だからカーソルをよく見て振るんだぜ。もう一度聞くか。じゃあ始めるぜ。俺の番だ。目なしだ。目な、なんだ、俺の番だ。誰？私。俺の目は2だ。第2の番だ。これはセーブしようか。アンラッキー。これはラッキーか。123だから2倍払いだ。ダメか。これ。え？これはランダムじゃない。あ、ランダム。ヌーなし。タニの番だ。これはダメね。1の嵐したら3倍払いだ。あー、ひどい。このゲーム好きじゃない。ヌーなし。バカ。ションベンだ。これはひどい。ヌーなし。どう？これはいいか。456だから2倍もらう。まあ、よし、勝った。ババの方がいい。ババのゲーム好き。ほう、あんたついてるな。ついてるやつの話には乗ることにしてるのさ。おい、ヤムク、船の準備をしに行くぞ。はいはい、また兄貴の病気が
始まった。おう、お前ら、俺たちは先に船すき場で待ってるぜ。大サイコロのゲームも終わりか。終わり。トランの城へ行くだって、逮捕のやつも何を考えてんだか。ねえ、聞いてください。私は一回の発明家で7時間。エレベーターだな。じゃあ港行こう。あの人見つけたかな。お前も仲間になりたい。タレジャレベベベレレレレロ。そうか。じゃあ出ようか。まず青い服のやつが。兄貴にも困ったもんだぜ。じゃあ逮捕。おお、準備はできてるぜ。よし、どこ行く？船、勝手に動いている。あ、これか、洞窟。ね、はい。トランコの城、トランコの城か。靴は本当にお化け屋敷だな。だね。あんたら本当にここにお宝があるんだろうね。知りませんよ。ビッグトールさんが言ったんでしょ。おお、すごいな。こいつは中は化け物だから、だらけか。腕がなるぜ。アナキまで行くんですか。気をつけてくださいね。当たり前よ。こんな面白そうなこと、指をくわえてみてられるか。よし、逮捕手に入れた。パーティー終わった。よし、全満タンパーティー。これは最初の満タンパーティーだろ。中はどうでした？核の町に戻りますか？この町に戻る。まだいい。まだら。戻りたくない。まだいい。ボルダーなんだ。この岩、動けるか。いや。まあ、ここまでしようか。満タンパーティー。久しぶり、最初の。はい。